雪肌精。学生時代は大好きでよく使っていたけれど、20年以上ぶりに使ってみたらちょっとがっかりな使い心地で残念。何度肌に塗っても潤いを全く感じない。保湿力が全然ないような。塗ってすぐに肌がパキパキに乾燥した。皮脂の分泌が活発で、水分量の多い若い子にはいいかもしれないけど、年齢を重ねた肌には不向きな化粧水だと思う。目をきつくつぶっても目にしみるのも不快。アルコールの割合が高いのかな。匂いも結構強烈だから使うたびにむせてる。アルコールの強さにびっくり。今時こんな商品あるんだ。敏感肌のせいかアルコールで赤くなってしまった。これだと透明感が出る前に肌荒れしちゃう。サンプルだったから買わずに済んだ。敏感肌の人は買わない方が良さそう。塗るとひんやり感があって引き締め効果があるかなと思ったけど、少し時間が経つと毛穴ががっつり開いてて、かえってキメが荒く見えてしまった。化粧水だけで美白になろうなんて無理だと学んだよ。日頃の手入れが大事。ジェル系の基礎化粧品、結構ヌルヌル感が残る感じなので、さっぱり系が好きな人には向かないアイテムだと思う。実は数年前にも一度購入済み。でもピンとこなかった。口コミが良かったからまた買ってみたけど、やっぱり塗った後のヌルヌルが気持ち悪い。それなのに朝にはサラッとしていて、本当に保湿されてるのか不安。なんでベスコス殿堂入り。小さいものだけど吹き出物も何個かできてしまって悲しみ。毛穴に詰まっちゃったのかな。止めたら治ったよ。オールインワン系ジェルとしては物足りなく感じます。保湿力も低く、少しすると乾燥しました。年齢的にももう少し油分が欲しいかな。40代以降の方にはちょっと厳しいように思います。さらっとした使い心地はいいのでもったいない。重ねて塗っても小鼻周辺の皮がむけました。夏だというのに、やっぱりプチプラだから仕方ないのかな。これを顔に塗り続けたくないけど、もったいないから残った分はボディ用として使っています。もちろんリピしません。ナーズのプレストパウダー、これをのせると結構ギラギラ感が出てしまうので、毛穴も目立たせてしまう。サラサラになったのは良かったけど、このギラギラ感はいらなかった。マットが好みな人はやめた方がいいよ。のせたばかりの肌感は良かったけど、数時間後に鏡を見てびっくり。過去一でカピカピになってた。もう怖くて使えない。乾燥した後の状態で笑うと小じわがキープされて悲惨なことに。期待してたパウダーなので残念すぎた。 YouTuber が褒めてたアイテムだから購入。マスクをちょんとだけ触れさせてマスクにつかないアピールをしてたけど、全然そんなことなかった。スキンケア頑張っても普通に崩れたし、乾燥するしニキビまで。これぞ期待外れ。乾燥肌なせいか突っ張り感が出てしまったのも残念だった。これを使用すると使用前より毛穴や小じわが目立ってしまったのもがっかり。これなら使わない方が綺麗をキープできる。透明感も特に変化はなかったな。キャンメイクのシェーディングパウダー、粉飛びはひどいし薄付きなので効果もよく分かりませんでした。01を購入。私の肌には暗すぎました。パサパサの粉質で潤いも感じません。安さと人気に惹かれたけど、これならもう少しお金出して肌より暗い色のパウダーファンデを買う方が良かったかも。完全に失敗でした。ナチュラルメイクや軽めの発色がいい人、メイク初心者さん向けかな。パレットで見る色味はいいのに残念です。ブラシで取ったパウダーが肌の上でうまく色が広がってくれないから、塗り方に工夫が必要かと思います。発色がいまいちだったので重ねていくうちに顔色が悪いというか具合が悪そうな顔になってしまいました。ブラシの毛の質がプチプラの割にはいい感じでしたが、小さめなので使い勝手はあまり良くないと思います。04を使ってみたらグレーにくすみ小汚い感じになりました。これはシェーディングとは言えない気がします。ティルティルのクッションファンデ、塗る前より塗った後の方が毛穴が目立つ。これなら塗らない方がいい。 21N を購入。全体のトーンは合ってるように思ったけど、なんだか白浮きして見えるし、首とのトーンが変に見える。カバー力も全くない。隠したいそばかすや赤みが全然消えなかった。肌が疲れて見えるのもマイナス点。帰宅後にマスクを外したらシワシワ、カサカサ、
ほうれい線くっきり、ばあさん顔でびっくり、そしてショック、後悔。私はカバー力があると思ったけど、そのせいかベタベタするし、いつまでも馴染まない。数時間後鏡を見たらムラになってる。生理前の一番肌コンディションが悪い時と同レベルの肌の汚さでした。ピピはありえませんね。たるみ毛穴が目立つ方は気をつけて。毛穴落ちしないように薄く塗っても普通に毛穴落ちしちゃいます。暑い時期の使用もおすすめできないかな。メイクキープ系のスプレーを使っても効かず、ドロドロになりました。マキアージュのドラマティックパウダリー EX、 色ムラができたり毛穴が目立ったりで肌が汚く見えてしまいました。結構カバー力があります。そのせいか違和感のある仕上がりになりました。もう少しナチュラルが良かったです。オークル00を購入。顔色が暗い雰囲気になったので、ベビーピンクオークル00も購入してみたところ、こちらだと赤黒い顔になってしまいました。マキアージュ自体の色味が合わないのか、色白の人には合わせるのが難しそうです。厚塗り感がすごいので、かなり薄く塗ってみましたが改善せず、そのため余計老けて見えてしまい残念でした。同じラインのベースがないとムラになるし、毛穴落ちするし残念。ベースがないと成り立たないならリピしません。職場でも毛穴の目立ちを指摘されてしまいました。くすみも出てきて疲れ顔になってしまったのも残念です。テカリも結構気になります。ほうれい線なんか皮脂とファンデの混ざったものが溜まってしまい、崩れ方が汚かったです。キャンメイクのシルキースフレアイズ、光沢が少しきついように感じました。40歳以降には品のない感じになるかも。プチプラなのに粉質や発色が評価されていますが、私には実感できませんでした。パレットからうまく取れないし、一塗りで発色なんてしません。アイシャドウベースを使っても特に発色は変わりませんでした。パレット通りの色味に発色させようとすると2倍の時間が必要になります。これなら別のアイシャドウの方がいい。10のスイートラブレターを購入。正直に言えばネーミングの可愛さに惹かれて購入したわけですが、失敗でした。私の肌だとどの色もくすんでしまい、数週間睡眠不足に悩まされているような仕上がりに。全然スイートじゃない。しっとりとした粉質なのでスフレには間違いないですが、べったりと肌につく感じで扱いにくかったです。4色すべてはっきり発色したため単色で使うのも難しいです。左上のハイライトでさえかなり白く発色します。ジバンシーのプリズムリーブル、トーンアップはするけど他に目立ったメリットがなく残念なアイテム。油田タイプの肌の人にはおすすめしません。かなり崩れやすいし、せっかく作り上げた肌色もすぐに剥げてしまう。サラサラを求めるとかなり重ねる必要があります。時間もお金も無駄だし、これなら別のパウダーを使う方がいいです。 G の文字の形でパウダーが出るのは可愛いけど均等に出てくれないし、混ぜて使うにも手間がかかって面倒くさい。パフで乗せたらジバンシーのマークがそのままポンと乗ってしまい、ポンポンとなじませたり滑らせてみてもマークが残ってしまいがっかりでした。蓋に一度出してブラシで乗せていたのですが、面倒で使わなくなりました。つけたてはいい感じに毛穴をカバーしてくれたけど、キープ力がないので数時間後にはくすみや毛穴が目立ってしまった。崩れないという口コミが多いけど、私は普通に崩れました。毛穴落ちもしたので崩れ方が結構汚めだと思います。 MAC のミネラライズスキンフィニッシュ、ツヤはまあまあ出るけど、ツヤというよりはテカリのような仕上がり。ふわっとのせてみたけど小じわが目立ち、頬の毛穴も目立ってしまった。つけすぎるとギラギラ感が出てしまうし、加減が難しいアイテム。時間がある時にじゃないと使えない。ずっと気になってたけど買わなければよかった。ブラシで少なめに取り、さっとのせた瞬間は綺麗でした。でも乾燥肌のせいか粉っぽさを感じ、時間が経ったらカサカサになってしまって残念です。全然減らないからコスパは良さそうだけど、肌に合わないならいらないな。結構濃く発色してしまうためチークの邪魔をしてしまいます。濃いめチークが好きな方は塗り直し必須です。オペラのリップティント N、 唇の縦じわに入り込みやすいし、塗り重ねてもなんだか仕上がりが綺麗じゃない。成分が合わないのか皮はめくれてひび割れてしまい残念。下地を塗っても改善されず乾燥するし、お蔵入りしました。
40代にはツヤ感の具合も合いませんでした。まるでラードでも舐めたかのような感じ。がっかりです。09テラコッタを購入。塗りたての色は綺麗でしたが、時間が経つと蛍光味のあるコーラルピンクに変色。私の唇は元から血色が悪くて、その上家部屋着なのですごく不自然、みすぼらしさも感じられ悲しかったです。色持ちもあまりいいとは言えず、何度も塗り直すのが面倒でした。乾燥がひどいので保湿もマストです。ナーズのブラッシュ、年齢のせいなのか浮いて感じます。自然な血色感が欲しい人には不向きなアイテム。 4013N を購入。しっかり色づくけど発色が微妙。パレットで見るよりもピンク味が出ず朱色に感じました。時間が経つとふんわり感も失われ色がくすんでいきます。しかも毛穴まで目立たせてしまっていいところない。パレットで見るよりもゴールドのラメの主張が強いです。普段使いは難しいかな。発色はいいのにもったいない。4082の色味を気に入って購入したけどくすんだ発色で残念。アラフィフには合わず、若い子向けですね。濃いめに発色し馴染みも良かったので色持ちが良いかと思えばすぐ取れてしまい、色味がほぼ残らず残念でした。ディオールのリキッドハイライター、密着感は高いけどあまりパーリー感が出ず正直良さがあまりわからない。繊細なパールの輝きを期待したけど、ただギラギラしているだけのラメでした。みっともなくて使えない。チークとしても使えるようだけど発色が淡くて物足りなさすぎるので、チークには不向きだと思う。ゴールドは結構色素が強いから小麦色の肌ならいいけど、ロジロの人には浮いてしまって使えない。リキッドで調整が難しいのがマイナスポイント。使えそうな場面もあまりなさそう。夏のお出かけやデートくらいかな。パーリーはギラギラすぎて鼻筋に使ったら違和感がすごいから、使うならごく少量で50代の肌には合わなくて残念。マキアージュのドラマティックスキンセンサーベース、くすみやシワをカバーできていなくてがっかりでした。ものすごく乾燥してしまい、時間が経つと肌が突っ張る感じで使いにくいです。シワも目立ってしまい合いませんでした。毛穴落ちもなかなかひどいです。ポツポツ目立って恥ずかしい。毛穴が開いている方は使わない方が良さそう。トーンアップ商品とは思えない。これなら普通の色なし下地と何も変わらない気がする。化粧持ちも微妙。午後にはマスクの中の毛穴落ちが目立ちました。おでこはそこまで崩れなかったから蒸れに弱いんだと思う。テカリ始めると結構ベタつくのが気になりました。夕方になると顔色も悪く見えてしまうので使いにくいです。アリーのクロノビューティ、匂いだけで不快な気分になってしまったから二度と買わない。結構ベタつきがあります。ベタつきがなくなるまでに結構時間がかかるので急いでる時には使えないです。石鹸オフができるみたいですが、クレンジングをしても水を弾いたのでしっかりオフしないと肌荒れしそうですね。体質の問題なのか、これを塗った方が日に焼けやすく感じました。使っているうちに乾燥も気になるように、クッションファンデを使っているのですが、この日焼け止めとは相性が悪いようで綺麗な仕上がりにならず残念でした。軽度のアルコール過敏ですが、アルコールがきつめなのか体調が悪いと赤みが出ました。アルコールに弱い人は注意。ポール&ジョーのファンデーションプライマー、可愛い見た目はテンション上がるけど崩れやすい。カバー力はないし、これを塗った上にパウダーをのせるとダマになってすごい汚い崩れ方をしました。朝塗って2時間も持たずに崩れてしまいます。お昼にはテカテカ状態。ティッシュオフで多少はマシレベル。窓口に電話したら紫外線吸収剤やアルコールも入っていると教えてもらったけど、そのせいかすごく目にしみる。汗で流れたり泣いたりすると痛すぎて目が開けられない。運転する日は危ないから使わない方がいいと思う。たるみ毛穴がある人にはおすすめできない。毛穴用のプライマーを使っても全く効果がなく毛穴にたまりました。マジで無駄だから買うなってコスメを紹介しましたが、どうでしたか？あなたのマジで無駄だから買うなってコスメもぜひお聞かせください。皆さんからのコメント毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルの美容系トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。